今日は2022年1月5日水曜日夜8時からの差し出語りの収録をやりたいと思います。実際にはですね、今日は2021年の12月22日です。クリスマスにもまだなってないですけども。はい えー、今日は1月5日の放送もう早く完成させないと間に合わないんでね。えー、収録をやりたいと思います。ゲストはナッシングスカー c インスト s 村松拓さんにいいろお話を伺いました。えー、では収録の方やっていきたいと思います。お願いします。じゃあまずはオープニング。はっはっは。きます。1月5日水曜日夜8時になりました。皆さんこんばんは。コ妻ズ太です。 クロスエフィーム差し出語り、今週も皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。というか、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。まあもう5日なんでね、そのお正月気分ってのはそんなに残ってないと思いますけども、この番組的には今日が新年一発目。はい、皆さんどんな正月を過ごしたんでしょうかね。 まあ、あの、喋ってる僕は、まだクリスマスも来てないんですよ。うーん、収録時点でね。だけど、2022年気分でやっていきますんで、よろしくお願いしますね。いや、ほんとね、昨年はたくさんの皆さんにお世話になりました。去年、だから番組が始まって、いや、どうなることかなと思っていたわけなんですよ。 まあ、まず、その番組をちゃんと作れるのかっていうところから、あまあ、よくわからなかったですしね。で、まあ、聞いてくれる人がいるかなっていうのも正直不安だったし、何よりその番組を始めて出てくれるアーティストの方、ゲストの方がいるかなっていうのも、どうなんだろうなって思っていましたが、まあ、にいろんなアーティストの方に登場いただきまして、 2021年、なんとかやれましたね。いやー、本当に感謝の気持ちでいっぱいですよ。誰が皆さんのね、印象に残ってますかね。本当あのー、結構ね、大変な時もいろいろありましたよ。うん、ゲストのその収録のスケジュールと番組をその作って、 まああの曲にね、持っていくその締め切りがもちろんあるわけですよ。そのギリギリにしか収録ができなくてもう大急ぎで、あれこれ作業して確認をして、え、持ってったりとか、まあいろいろあったけどね、一番大変だったのは、まあこれは、あの、僕の方の完全にその機材のミスなんですけど、インタビューして、ゲストさんの声はしっかり録音されたの。これよかったんだけどね。なんだけど、 僕の声ががちゃんとと録音されててないってことがあったんですよあの厳密に言うと録音されてんだけどすごいノイズが乗ってるみたいな感じでこれどうしようかなーってめちゃくちゃ困ったんですね。ちょっとこのままでは聞きにくすほんと,聞けないとで本当どうしようかなと思ったんですけどその自分のまああの聞きにくいノイズ混じりのしゃべりを自分で聞きながら。 もう一回同じことをその喋って録音してでそれをゲストさんの声と合わせたっていう <laughs> 回がね実は一回だけありましてまあこんなことをあの話すことじゃまあまあでもいい,い,いでしょうん話すことじゃないですけどいやーあれね大変だったねでなんでこんなこと言ってるかっていうと今月のメッセージテーマ勝手に予想2022ですよ ね、今年の差し出語りを予想すると今年は大したトラブルなく、ね、そして事故なく楽しい放送ができてさらに「ラジコのエリアフリー」で全国からめちゃくちゃたくさんの人に聞いてもらえる番組になると、えー、願いを込めて勝手に予想したいと思いますいやまあでもね本当あのー、今年もたくさんのゲストをお迎えして差し出語り、まあ、じっくり作品についての話を聞いていけたらと。 願っています。ぜひラジオの前の皆さんは、まあ、何かこうね、インタビュー聞いて気になった曲とかあったら検索していただいたり、サブスクとかね、CD とかを聞いてみていただいたり、まあ、あとはライブに行ってみる。ね、こういうふうに動いてもらえるとすごく嬉しいです。本当に2022年もどうぞよろしくお願いします。さて、この番組差し出語り。毎週一組のゲストを迎えて差し出じっくり語り合うそんな番組です。今週のゲストは、 ナッシングスカーブドインストーンはい。先月、ニューアルバムアンサーがリリースされました。そしてツアーの福岡公演が間もなくです。作品についてじっくりお話伺いましたので、この後お楽しみに。なお、番組に関するツイートをする際は、ハッシュタグ、差し出語り。カタカナでつけてツイートお願いします。番組を聞きながらのツイート。あと、まあその後でもいいです。感想のツイートなど、ぜひよろしくお願いします。 クロスウイフェイム差し出語り。リアルタイムでもタイムフリーでもメッセージでも SNS でも今夜も一緒に語り合いましょう。4分5分。ちょうどいい。ちょうどいいぐらいだな。結構ゆったり喋りましたけど。OK。じゃあ次。2022年。今年もたくさんのアーティストの思いをラジオの前の皆さんにお届けできたらと思います。差し出語り。さあ、今年の1曲目は オフィシャルヒゲダンディズム。来週金曜日に公開される映画、コンフィデンスマン JP 英雄編の主題歌、アナーキー。オフィシャルヒゲダンディズムの新曲、アナーキー。ちょっと怪しげな雰囲気のこの曲が映画とどう絡み合っているのか、コンフィデンスマン JP 英雄編の公開が楽しみです。昨年は差し出がたりに2週かけてメンバーが全員登場。 アルバムエディトリアルについてのインタビューをお届けしました。そして、昨日、今日、明日、そのアルバムのツアーで福岡に来ています。どんなライブになってんのかなぜひ、ライブの感想もこの番組に送ってください。はい、OK。いいですね。そしたら次。クロセフィ差し出語り、コーズマユタのナビゲートです。 週の真ん中、水曜日、そろそろ、いろんなことがね、通常通り動き出してる頃ですか。ああ、頑張っていきましょう。1月のメッセージテーマ、勝手に予想2022。まあ、2022年がスタートしました。どんな年にしたいか、どんな年になってほしいか。皆さんの様々な願望や願いを込めて、まあ、あの、自分とか世の中的に起きることを勝手に予想して送っていただいております。ラジオネーム、バックン。 2022年は20歳になる。これは事実なるんだね。えー、で、小学生の頃から伸びていない身長が5センチ伸びる。<laughs> なるほど。これは伸びてほしいね。いろいろあの身長が伸びるという、まあ、カルシウム的なものとか、ああ、やっぱり、あの、ぶら下がったらどうぶら下がりなんとかみたいなやつこう、ずっとぶら下がってみるとかね。なかなか実際は、 ああ、難しいかもしんないですけども、伸びてほしいなと私も願いますよ。はい。妻さんから20歳のお祝いにステッカー20枚プレゼントしてもらう。今年もよろしくお願いします。あ、これも予想か。にえー、20枚ステッカーもね、今年はそろそろ、あの、印刷また出さなきゃだね。で、スタンプ作って追加分まだないんですよ。あのー、ないやつがあるの。 あの、ラインスタンプになってるけど、ステッカーが存在しないっていうデザインがあるので、ちょっとそれに関しては、今年ちゃんと印刷したいなと思ってます。ラジオネームのりりんさん。2022年のハイライトは、記念すべき第1回ズマ会開催。これはもう2022年の終わりぐらいの想定で、これがトピックスだったということですね。きっと年末にはこの話題でもちきりなはず。 果たして、桜餅を食べる会なのか、スイカ割り大会なのか、安納芋の芋掘り大会なのか、ズマさんたがみんなの願いを叶えてくれる会なのか、楽しみですええ、えー、えー、なんと費用はすべてズマさんの自腹だなんて、太っ腹ーっと、楽しいお知らせ待っています。すごいむちゃくちゃな、ああ、要望が届きましたね。なんかでも、なんだろうね、オフ会的な、まあなんかそういうのができたら、 いいかもしんないし、もしくはその僕としては、公開収録っていうのをやりたいんだよね。リスナーの皆さんとか、まあそのアーティストのファンの方とか、こうどこかにこう集まって、なんならそこでの質問とかも織り混ぜながら、この差し出語りの収録をやるっていう回が、どこかでできたらなっていうのは、ちょっと思いますね。勝手に予想2022、そう、公開収録の実施、やりたいですね。ありがとうございます。ちなみにノリリンさんは、 前回ズマステッカーを頂い,いた後、ラッキーなことがたくさん続いた2022年もこのままいい感じに調子に乗っていきたいご利益あるもしかしてやばいねそれはおおたとしはもうどんどんプレゼントしていこうかなありがとうございますこういうのもありますよラジオネームひまわりんごさんえー、2022年公務員試験に合格して警察官になるあこうなってほしいねこれはかなえてほしいね自分の目標 確実なこの目標があるわけですよ着実にこれは努力を重ねていって実現する2022年にしてくださいねありがとうございますさあラジオの前の皆さんも2022年どんな風になってほしいですかメールアドレスはさし「c j p s a s h i アットマーククロイ a f ム c o j p まで送ってください 毎週印象に残るメッセージをくれた方に、僕、小妻優太が感謝を込めて自腹で作った自腹ステッカーをプレゼント。ご希望の方は郵便番号、住所、氏名を明記の上送ってください。勝手に予想2022、ご参加お待ちしています。いいんじゃないですか。尺的にもバッチリだね。差し出語り。今夜のゲストは、ナッシングスカーブドインストーン。 2022年のゲストトップバッターは村松拓さんです。まずはニューアルバムアンサーからディーパーディーパー。コーズマユータのナビゲートです。クロス FM 差し出語り。この後インタビューの後半もお楽しみに。お送りするのはナッシングスカーブドインストーン。リコール。 ニューアルバムアンサーそこに込めたメッセージをたっぷり語っていただきましたツアーは1月16日日曜日ドラムロゴスです差し出語り今夜のゲストはナッシングスカーブドインストーン OK これでよかろう次はもう一回メッセージ3分 クロス FM 差し出語り、ゲストとじっくり語り合うインタビューが中心の番組。そして、ラジオの前の皆さんともメッセージを通じて、あれこれ語り合います。メッセージテーマの前にですね、これ、ラジオネームすぬさん、先月もらっていたメールなんですが、ズまさん、こんばんは、こんばんは。この度は2週にわたり、濃密なインタビューの放送ありがとうございました。すべての話題が楽しくて、感心して、納得して、やっぱりズまさんだよ、と思いました、と。 これはクリープハイプ尾崎世界観が2週連続登場した時の感想ですね。中でも尾崎さんがバンドをやろうという気持ちになるきっかけとなった映画、ナイトオンザプラネット、えー。レンタルショップの DVD5 枚1000円にするために、そう、なんとなく選んだ5枚目。4枚は決まってた。5枚目何にしようかなと。たまたま手に取ったという話に目玉が飛び出そうになりました。 二十歳の頃、ボクシングを習っていた尾崎さんのことですから、もしも手に取った5枚目がボクシング関係の作品だったら、ひょっとしたらプロボクサーを目指そうと思っていたかもしれません。そうね、なぜかそのナイト・オ、ま、ン、あ・ザ・プラネットを借りて、そして見て、そういう、あの、音楽ものの映画とかじゃないんですよね。だけど、それを見た時に、なぜかバンドをやろうと思った。で、その作品の中に出てくる言葉が、クリーパイプという名前の、まあ、由来にもなっている。 そういう作品のことを話ししてくれましたね。人の人生はどこでどう変わるのかと、えー、決まっていくのかわからないものですね。いや本当にそうだよね。これは別に尾崎君だけのことではなくて自分もそうだしラジオの前のあなたもね何がきっかけになってどういうふうに変わっていくかわかんないからね。うんもっとも私がクリーパイプを知ったのも偶然が重なった結果なのでいまだにくの字も知らずに生きていた可能性も高いですが。 尾崎さんがバンドを始めてなかったら絶対出会うことがなかったので本当にレンタルショップで尾崎さんの目につくところにナイト・ン・ザ・プラネットを置いてくれてありがとうという気持ちはまあ,あそうだね確かにねあとこの話を引き出してくれたズマさんにもありがとうの気持ちですよかったですこういうふうにねだからその話が話をこう聞いたことでまたそれが誰かの何かこう感情を動かすことにつながっていくと番組としてはすごく嬉しいですよねすヌさんわざわざありがとうございました さあ、そんな2022年にしていけるでしょうか今月のメッセージテーマ、勝手に予想2022。えっとね、希望の光さん。2022年の予想ね。コロナが落ち着き、マスクと手指消毒は継続でも、国内旅行は、えー、全面開放自由に行けるようになる。そして我が家は4人で USJ へ数十万かけて2泊3日の旅行。ニンテンドーエリアとポケモンエリアを満喫。 寝る間も明日への気力も惜しんで全力で夢見心地を楽しむそして月曜日からの日常を頑張るここまでここまでリアルに書いてくれてますねそっか家族で USJ に行ってこの任天堂エリアとかを楽しみたいっていうそういうことですねハードルとしては弱いけど医療職の夫婦としては県外まして遊園地なんて程遠い夢の存在になってしまってるそうか ああ、なかなかその仕事柄、そいう行動が、まあなんというかね、大手を広げてはいけない、できないっていう感じになってるわけですね。ただ、息子二人は小三と小一、遊園地に行くのは、まして、マリオとポケモンは今なんだよと。10年後じゃダメなんだよ、そうだね。今、そういうとこに行って遊びたいよね。その年齢でしか経験できない、があるもんね。 頼む。父ちゃんが我慢して小遣いを前借りしてでも金は払う。だから夢を叶えてくれ。と。ああ、これ本当に、そういう風にいけるようになってほしいね。そっか、仕事柄、やっぱり、いろいろね、あのー、自由になったり、いけるようになっても、それでもちょっと難しいところは、 あ職業柄あるんですね。希望の光さん、ありがとうございます。いや、どうかそういうふうになっていくように願いたいね。皆さんもぜひ自分の願望とか願いを込めた今年の予想を考えてみてください。メールアドレスは、サしアットマーク、クロス FM.CO.JP。1月のメッセージテーマ、勝手に予想2022。皆さんのメッセージ、お待ちしております。今夜のラストチューンは、スリーピースバンド、リグレットガール。 今日はこの後プレゼントのお知らせがあります。先週リリースされた生活 EP から、オールディーズ。失恋ソングでたくさんの共感を得ている大阪発のバンド、リグレットガール。先週リリースされた生活 EP から、オールディーズ。失恋を歌った4曲入りの EP。楽曲世界の舞台はメンバーの地元である大阪泉という場所。 CD のジャケットにもその地元の商店街が映っています。で、今日はそのジャケットの画像が印刷された T シャツをこの番組をきいのリスナー1名の方にプレゼントします。詳細や応募については番組のツイッターをご覧ください。番組のツイッターをフォローしていただき T シャツの画像がついているツイートをリツイート。これで応募は完了です。来週まで受け付けます。たくさんのご応募お待ちしております。はい、OK。じゃあ クロス FM 差し出語り、あっという間にエンディングです。まずは今週のステッカーの当選者発表したいと思います。当選したのは、ラジオネーム、希望の光さん、おめでとうございます。家族で旅行行けるといいなという願いを込めて、ステッカーを送りしたいと思います。楽しみに待っててください。今月のメッセージテーマ、勝手に予想2022。えー、メッセージは、差し、アットマーク、クロス FM.co.jp まで送ってください。 さあ、今週の1時間いかがだったでしょうかナッシングスカープドインストーン。まもなくツアーで福岡やってきます。ライブもぜひ足を運んでみてくださいね。放送終了後、ラジコのタイムフリーをシェアしてくれた方にも毎週1名自腹ステッカーをプレゼントしております。ぜひシェアもお願いします。あと収録の模様を編集した動画もあるので、まあ気になる方は僕の YouTube チャンネル見てみてください。差し出語り、来週のゲストはアンドロップ。 先月、ニューアルバムがリリースされました。その作品について、内澤くんにたっぷりお話聞いていますので、お楽しみに。詳しい情報は番組のツイッターやホームページでもご覧いただけますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。そんなわけで、お別れの時間です。来週も水曜夜8時、一緒に語り合いましょう。クロスイフェイム差し出語り、コーズムユータのナビゲートでした。また来週。はい。これでよかろう。 えー、ということで収録は以上です、えー。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねぜひお願いします。以上、コーズマユタでした。バイバイ